そうですね。まず農業に関していくと、幸いにも産業自体に関しては、登米市内で一番大きな基幹産業である一次産業の農業に関しては、なんとか作付けとかそういった取り組みはできるような状況、その栽培とかに関しましては、県にも検査を、要求をしておりましたが、市独自でもきちんとした対応を図りながら、その消費者の皆さん、もちろん我々自身が消費者ですから、自分たちの本当に安全を確認をしながら、取り組みを進めていたというような状況ですね。はい、市内にはですね、302の行政区があります。で、実は震災以前に全ての行政区で自主防災組織の立ち上げは住んでおりました。やっぱり今回の震災を契機にして、それぞれの組織の中でやっぱりこう足りない備品、必要な備品、そういったものが浮き彫りになったということで、実は今年になって各その自主防災組織で必要な備品がの購入に対する補助金の制度を作りました。一行政区で30万ということなんですけれども、やっぱりこう自分たちの生活の基盤を支えるベースの部分が、なんとか狭いエリアでも確保できるような、そんな支援の取り組みができたのかなというふうに思っています。実は災害に強い町だということが言えるのかなというふうに思います。ですから、そういった意味ではやはり災害の、災害というか、災害防災に対するですね、宮城県北全体のハブになる都市ではないのかなということで、もちろん、市全体としての防災の体制の強化ということだけではなく、むしろさまざまな意味で、その周辺の市町村とも連携をしながら、お互いの協力連携ができる、そんな、つなぎ役が我々として、果たしていくことができるのではないのかなというふうにも思っております。その震災の影響を受けて、やはりその、事業の継続を断念なされる方も、結構いらっしゃった。沿岸部で被災をされた皆さんの事業の再開、もしくは震災で被災をされた市内の事業者の皆さんに対する、市独自の助成策も実は設けておりまして、そういった制度も実は大変ご活用をいただいております。そういった部分についても、やはり各種事業の復興には大きく役立てていただいているのかなと思っています。人が豊か、そして何よりもこういった大きな災害の中でも食が豊かであったということが、実は災害に強い町づくりの大きな原点となりました。そういった意味では、全国の皆さんに、たくさんの登米市の魅力を知っていただきたいということと、そして登米市でも積極的な情報の PR をさせていただきたいというふうに思っております。皆さんがもし何かの折で、この被災地に赴きお出ましいただいた際にはですね、被災地とそしてその周辺の地域の関係性などにも、ぜひ、目を配っていただければ幸いかなというふうに思っております。大勢の皆さんが被災地を含め、この、岩手宮城福島の地にお越しをいただき、現状をご視察をいただくこと、ぜひご期待を申し上げたいというふうに思いますし、まだまだ震災の復興は進んでおりません。そういった部分につきましても、ぜひ全国の皆さん、今後とも引き続き、心をお寄せをいただきますようにお願いを申し上げたいというふうに思います。皆様のこれまでのご支援に心から感謝を申し上げますとともに、これからも変わらぬご支援を賜りますようによろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。